に今練習を最近してさせてもらっている太田忍選手とコラボさせてもらうということ で今日はあの内容としては太田忍選手に立ち技キックボクシングを、まあ、教えるっていう言い方したらあれかもしれんけど、そういう風な形の流れでコラボするんですけど、まあ、普段あのパラエストラ柏さんっていうところで僕も今週に 1,2 回ほど行かせてもらってて、その中で太田忍選手とも、まあ、まだ練習はちゃんとはやってないけど、まあ、練習これからさせてもらう仲間でもあるんで交流深めれたらなと思って今回の動画撮らせてもらいます。この内容を説明する。はい、キックボクシングをもちろん後で普通に指導させてもらうんですけど、ドッキリというか普通にキックボクシングの指導をするんじゃなくて、まず最初にちょっとまあアップとか、まあ、ジョリーを使って、まあ、普段こういうことやってるよっていうことを説明するんですけど、普通に考えてそれさすがにおかしないみたいなトレーニング内容をちょっと言っていくんで、どういう反応するんかなっていうのをちょっと見ていきたいのと、なんか俺的に素直な面もあるけど言いたいことは全部言うみたいなタイプ、はいはい、なんか俺と結構似てるんかなって私の選手を見てて、あ、見たいです、思うから、はいはい、ちょっと反応見てみたいなっていうので、それはちゃんとやって後にしっかりと指導します。はいはいはい、そういうような感じで今日の動画撮らせてもらうんで最後までご視聴ください。じゃあジョリーいつもやってる、はい、肩甲骨のストレッチあるやんか、はい、あれからじゃあ一回やってみよう。よし、太田選手これちゃんと見といてくださいね。これ結構大事な動きなんで、立ち技格闘技に見て、はい、じゃあ行こう、リズムに合わせて、せーの、ワンツー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 ワン、太田選手一緒に、はい、ワンツーワンツーツー、いいっすね、伸びてきました。肩甲骨でも伸びる、はい、違うよね、これやったら全然、はい、いつもやってるやつですね、これいつも、はい、これ、ね、まあ、ちょっとあんまり人に見られたくはないな、そうですね、このトレーニングは。でもこれ見られたくないからこそ大事なんです。で次なんですか。あとは来てから行けます、うん、今日は、はい、多分笑わんと、あーちょっとガチでこういうふざけ系って俺、はい、笑ってまうから、そうですね、うん、でも今日は笑わずに行こう、絶対に。そうですね、俺も俳優モードで行きます。うん、てるくんの顔も大事ですね。僕は真剣やかもしれない。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日は太田忍選手とコラボするということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。最近はあのオープニングで太田選手と話したんですけど、僕が今ハラヤストラ柏さんの方に行かせてもらって、でまだ練習自体は4回ぐらいなんですけど、まあ、太田選手はねまだ練習はとかしないですね、うん、でまあ、少しこうコミュニケーションとかさせてもらったりしてて、まあ、今日はより深く太田選手を知りたいなということで、深く、はい、お願いします。同じ匂いするんですよ。どういう、知りません、思いません、正直。あ、まあなんかそうっすね、あのあれでしょう、太田選手炎上するじゃないですか、結構結構するでしょ、自分で分かってますので。炎上してんのかな。練習でしょ。だって近くない感じですか。俺と一緒っすね。炎上してんのかな。この前大晦日は勝ったのに炎上しましたよね。まあ、まあ、なかなか珍しいです、1ラウンドで KO して炎上するって。はい、俺それさすがに経験ないですもん、勝手炎上。俺炎上っていうか、はい、できない奴らが悲願でるとしか思ってないですよ。どういう、なんかできないじゃないですか、大晦日の舞台で、はいはい、何万人もいる前で、はい、1ラウンドで勝って失神させてこんなやんないじゃないですか、誰も。まあやらないとかできないですね。あれマネできない。俺もあれはマネできないです。まあでもやりたいかどうかは別としてね。やりたいかどうかは別としてもできないです。やっぱすごいわ。でも太田選手ってオリンピックで銀メダルを取られた選手じゃないですか。何年も前の話。いやいや、そうなんですけど、でもオリンピックってマジでその世界競技じゃないですか。マジの世界一を決めるのはオリンピックやと思ってるんですよね、僕はその競技的な話で。まあ確かにアスリートがなんか初めて目指すところってなんかオリンピック競技だったら、そうですね、オリンピックですよね。それでこのキャラクターめっちゃ面白くない。まあこんな言い方したら失礼かもしれないですけど、いや言ったことは分かるですよ。俺もいや俺のターンまだまだ言いたいことだったから。OK です。ええのにこのキャラクターっていうのがおもろいっていうのと、こんな言い方したら失礼かもしれないですけど、人気持って絶対爆発する時絶対来ると思うんですよ、おかげでしたら。ドバーンってくると思うんです。来ればいいんですね。俺なんかそんな気してるんですよ。マジですか。はい、で次なんか戦いたいとかいるんですか。なんか朝倉海選手に対戦表明してるイメージめっちゃあるんですよ。やっぱりあそこが今日本、まあ今ベルト持ってますし、はい、大事なバンタム級で一番強いところ、うん、だからまずそこを倒さないと海外志向とか言ってらんないと思ってるんで、はい、まあそこをしっかり倒して、まあ、そのためには多分僕まだバンタム級の中でも多分ランキングがあるとしたら5位、6位、7位ぐらいなんですよね。そのために多分倒さなきゃいけない相手っているんで、はいはい、そこをしっかり倒してって、まあ、そこに来るのは誰か分かんないですけど、フェザー級から落としてくる牛久選手とかもいるし、はいはいはい、僕1回負けた本谷選手、はい、この前も負けた佐藤翔子選手がいて、キャンセルになった井上直樹
ていう選手もいるし、あ、強いっすね、はい、あとキム・スーチョル韓国の結構いるんで、まあ、全員でやる必要はないけど、はいはい、いい感じにこう上がってって、まあ、うまくいけば年末タイトルマッチできればいいなと思うけど、うん、でも雷神のいろんなこの思惑もあるし、そうですね、朝倉海外が年間2試合タイトルマッチやるかって分かんないし、うん、なんか選手がコントロールできるところじゃないですよ、そこって、雷神の思惑と僕が思ってることとをうまくこのすり合わせるのがうちのマネージャーの仕事で、今レスリングから MMA に転向して今何年ぐらい、ちょうどこの前で3年、あ、3年、でそれこそ今日ね、代表のスリアさんとお電話させてもらったんですね。僕も今、やっぱちょっと自分の話なんですけど、うん、立ち技でね、うん、やもうずっと僕、それこそ3歳からやってるんですよ。まあまあ。だからこの筋肉痛の感じとか、その体の痛さの感じとか、使わない、全部知ってるんですよね。で、それを、まあ、こう組むじゃないですか、こう、はい、こう掴んだりとか。これの痛さみたいな、首とか腰とか。全部違うでしょ。全く違うよね。ね、ね、違うでしょ。心はやりたいけど、体がもうちょっと痛すぎてみたいなことになっちゃってて、うん、それをまあ、相談させてもらったら、そうするとうちの太田も最初そうでみたいな、でレスリングで強いけど決められまくってみたいなことを聞いて、まあ、そうやったんやと思って。今でも決められまくりますからね、うちの選手強いから。強いっすよね。強いですよね。強い、若くてまだ名前が出てきてない選手とかでも強い選手いっぱいいるから。俺1回練習行ったら30回ぐらい決められるから、ね。そのキックボクシングと間違う、 MMA 違うんですけど、レスリングもやっぱ違うんですかね、寝技というか、ね、その違います。やっぱなんか僕がよく例えるのが、うん、MMA ってトライアスロンみたいな、スイム、ラン、バイクじゃないですか、うん、で僕そのレスリングだとしたら、一つのランだったらランのスペシャリスト、うん、安藤君もその一つのスペシャリストだから、うん、あと二つ補わなきゃいけないですよ。二つ補うプラス、そこを潤滑に回す、その三つを組み合わせるための練習をしなきゃいけないですよ、うん。だから一個一個のスペシャリストがそこの場面では強いけど、僕の場合はテイクアウトするまで強い、うん、そこからコントロールしたり、相手が下から攻撃してきたりするのに対処しながら、今全然まだまだ取り組んでるところで時間かかるし、まあ、じゃあ打倒局で言えば、まあ、一番得意なのは倒ですよね。そうですね。で苦手なのはダーですね。ダー苦手ですね。っていうことで僕が今回ここに来たんですよ。おー、そんなもう最高じゃないですか。ここに来たというか、まあ、僕が青田選手なんっていう感じで、今日はまあ大がましながら僕がちょっと立ち上げて、いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです。でそれで僕もなんか青田選手に今後党の部分とか、まあ局の部分、うん、もぜひぜひ、マラエストラさんとか、まあそれこそこうやって僕のジム、こうやって麻布ジムでやってるんで、研修もあるしね、はい、結構言ってたじゃないですか、青田選手、都内来ること多いって、はい、結構色遊びまくってるらしいです。違う違う、これ固定が危ないですよ。ちゃんと練習して、はい、夜はスポンサーさん会食って言ってましたね、車で来て車で帰る。あ、マジですか。でも酒も飲まないし、ね、え、酒普段飲まないですか。で MMA 始めて多分飲んだの10回ぐらいしかない、3年間で。セギの時は毎日朝まで飲んで、朝練して昼寝て、うん、レスリングですか。午後練して、午後練終わったらもうビール開けて飲んでみたいな生活でしたけど、MMA 始めてからないっすね。あ、そうなんですか。飲まない。じゃあ今日は早速打撃の方、あ、はい、ちょっとやっていきますか。じゃあやりますか、ちょっとぜひぜひ、はい、基礎的なことを今日ちょっとやりたいなみたいな、はい、思ったんで。多分今までしたことない練習でもすると思うんで、はい、まあ、新しいこう発見ができる、発見ができるんじゃないかな。楽しみです、ね。はい、じゃあやっていきますか。お願いします。お願いします。まず肩甲骨のいつものストレッチです。オッケーです。ありがとうございます。一回一回。はい。これ結構ね、パンチ大事なんですけど。いきます。ふざけた。いや、これマジで、そういう風に見えるでしょ。これ、もう一回、背骨の肉を剥がす感じで。あ、なるほど、なるほど。これで、こういう風な動きするんですよ。はい、この肩甲骨周りのあるじゃないですか。はい、で、ここが剥がれる、まあ、結構こういう風な感じでするんですけど、はい、横に持っていくんですよ。で、これでパンチの伸びとかがマジで変わるんですよ。へぇー。伸びる。もう一回やってください、もう一回やってください。リズムが大事です、これ。1。その顔も大事です。で、せーの。え、本当にむずくない？むずいでしょ。あー、ほら、硬い。硬いですよ、肩甲骨でしょ。そう、もうこうなるんですよ。ふざけてるように思うんですけど、これだけ硬い。ふざけてるって言われても大丈夫。確かに。逆に足だけやってください、ちゃんとやってください。今日ガチやったんですよ。いや、ダメっすよ。まあ、今はもう一回じゃあ、あとやるんで、パンチのシャドウだけ軽くしてもらっていいですか。もう本当に戦う感じで。結構スピード早めに動いてます。
こうです。立ち技に大事なのって僕が思うんですけど、MMA で特にそうなんですけど、近くでこういう殴りにならないじゃないですか、こういうふうな。まあそう。でもキックボクシングとボクシングってこれになるんですよ。でも MMA ってやっぱ遠くからこういうイメージあるんで、多分スピードがめっちゃ大事かなって思うんですよ。まあめっちゃレスリング超強いんで速いと思うんですけど、腕とかもみたいなスピード欲しくて、はい、あの手ラダー行こうか、指ラダー、はい、ツーインツーアウト、ツーインツーアウトの指ワードです。ああ走る感じでも速いんですよ。トン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 、はい、指ですよね。これすぐできないかもしれない。パン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 、あ、そうです、パンパン、はい、できないよね。エルケイケイ、あ、やりますか。エルケイケイ、あ、ちょっとできるな、できるな。最近できるようになりました。今できたんですか。いや、めっちゃ今これ結構マジ変わるんですよ。そうですね。あ、できてきた。めっちゃいいな。これでこう、これで、これになる。そう、そうですね。で、こういう手のね、触り合いみたいな。確かに始まってる。あ、そうやな。はい。リクエスト、ちょっと、ちょっと、つらい感じで。あ、分かった。ワンツー、これで。もう一度。もう一回ですか。ああ、次ステップインでこういうふうになってる。ナイス。いいです。おお。はい。2の時にちょっと手と足が若干ずれてるんですよね。このこういうふうな感じなんですよね。今。はいはい。で強いと。はい。この手と足が一致して、で長くて、でこの股関節同士をこう締める感じで前にこう逃げるんじゃなくて、っていう強い力が生まれるんですよ。で今それがちょっとずれてるんで、これ抜けて、じゃあこの一回先下でいきます。いや、違う。これこっち行くんですか。これは、もう本当に手と足を連動させるイメージで。いいっすね。はい、タイミングですね。ここですか、10回いきます。せーの。OK です。ゆっくりこう、エネルギーを貯める感じで、連動、そのまま足、どこに意識したらいいですか。どう意識したんですか。膝みたいな、膝剣の前って言うんですけど、僕勝手に名付けます。下に沈む感じでゆっくり、やっぱこの爆発性なんで、こっからこっちで、そうですね、そのままそこでゆっくり下に行って、またピョン、そうそう、それで爆発、そうそうそう、でもう一回そこから分かる、そうそうそう、いいっすね、完璧っす。それをもう連動で5回ぐらいいきたいっす。まあ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 、いいっすね。まだ30点ぐらいです。30点。まだ僕の難しい。まあ確かに滑らかさになっちゃう。滑らかさになっちゃう、この無駄な力を抜く。確かにちょっと大津さんちょっと硬いかもしれない。ちょっと硬いっすね、やっぱこっちが感じちょっと辛いですね。まあじゃあ辛いとして、鶴見の前1日30分ですね、これは。30分1日30分マジ変わる、絶対変わる。これはパンチをとにかく速くする最高のトレーニングじゃないですか。覚えた、はい、これマジで速いです。瞬発性、俊敏性、力とかより速さすんだね、パンチ絶対速いです、ね、スピードも大変なんですよ、絶対に。太田選手さんが見たら、その
前系のパンチは得意なんですね。どっちかというとフック系とかアッパー系ちょっとまだやるでしょ。フックは当たったら倒れるって言われるけど当たったことがない。ああ、試合で当たったことがない。フック連打で10秒連打いきます。よーいさっ、あーあいしあいしあいし、あいし、じゃあそれでフック、じゃあ左右いこう、強くダンパン、いいね、ダンパン、いいね、ダンパン、すごい、ダンパン、重い、ダンパン、これでもう本当に脇を締めるって、そしたら背中に胃が座ってもらっていいですか。ここにこういう、うん、はい、こう絶対張るんで、いい攻撃してますね。あ、うん、いい攻撃してる、嬉しいです。これで後背筋をもう張ったまま、そうするとこのガードのポジションなんですよね。おー、理にかなってる。そうです、そうです。でそれであえてこれを内に持ってくるんですよ。これでもう横にとにかく速くババ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 バ、あー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 これも立ち技ももういけるっすね。マジっすか、バケると思うんです、マジで。最後ジョリー一緒に復習で最後一緒に、ね、最後一緒にやりますか。オッケー、俺のやつはオッケーです。最後、最初のキングオブスター最後、せーの、もっと滑らかに、そう、はい、OK、 じゃあもう一回こっち行きます。よーゴー、はい、 OK です。で、もう一回次の前滑らかさです。もう着地した時もドーン着地するんじゃなくて、もうついてないんだよ、かなり。もう地面に降りてないかな。あ、完璧です。まあ、じゃあ一旦ボクシングじゃあ、これ相手にはいいですね、これ。いや、インターバル中はそうですよ。インターバル中にそういうのね。どっからあれなんですか、取り入れたんですか、それ TikTok とか。いや、違う。バカにしてバカにして、なんかなんかそういう遊びを取り入れて、はい、違うんです。アメリカのダニエル・コーミエ選手なんです。わかりました。したんですよ。その選手がやってたやつです。ダニエル・コーミエってあれです、MMA ファイター。はい、やってたっす。マジっすか、うん、絶対ですか。マジか、マジか、マジっすか、マジっす、マジっす。で、インターバルの時にちゃんとやってた。インターバルの時に、いや、もっとバジョにやっとくんです。全然、いや、あの、マジでちゃんとやってください。基礎がマジ分かんないから。一緒にやってくださいって。わかりました。いいっすか、はい、いきます。よし、スタート。はい、やったー。ジャブ、ジャブ、あ、ジャブね、ちょっとこっから出してます。はい、この辺から今こうなってるんですよ。あ、でもモーションが一回上がってから来てるんで、こっから立ち技の選手はつばかっちゃうんで、そっから、はい、そう、で、それ足で一緒に、はい、おぉ、いい、ナイス、そう、後ろ、はい、あ、ちょっと下がってですね、もう一回まっすぐ、そっから、あ、今下がった、マッソタッチ、そう、もう一回、そう、はい、OK、じゃあインターバルいきます。はい、キロ、もう滑らかに。なんで、なんで、一緒にやってください、わかんない。いきます、せーの、はい、2回、あ、2回、はい、そう、2回連続で、はい、はい、はい、おプロっすね、右側。よし、行きましょう。はい、行きます。よっしゃ、今の意識して、意識して、そうやるだけ、そうですね、そこから、そう、いいね、ナイス、はい、こう、ナイス。じゃあ次ワンツーいきますか。さっき言ったやつな、こう、そう、ナイス。で、今ちょっとね、拳がこういう風に来てるんですよね、うん、こういう風に行くんじゃなくて、こういう風になって、はい、かかる、こういう風になって、はい、すると倒れるんで、はい、そう、浮かずに低く早くで、バン、そう、今のナイス、あー、いいっすね、よくなりました。そう、ジャブ、そう、ジャブ、ダッシュ、ナイス、次回ダブル、ダッシュ、1回ずつ、ちゃんと引いて、
そう、ナイス。そう、ナイス。そう、キックからでキック。そう、ワン、ツー。そう、足しっかり前に。そして、そう、今ナイス。そう、ジャブ。キック。ストレート。そう、ワン、ツー。ジャブ。そう、ナイス。ツー。はい、次の前、次の前いきます、次の前いきます。ゆっくりインダーボールちゃんとしっかりそうリラックスして、もうボッチャンパッと、そうですね、いいっすね。はい、次肩甲骨ダンスいきます。 OK です、完璧です。どうですか、成長しました？大優勝っすね。はい、もうだいぶ多分柔らかくなってると思います。ただ、いい感じになってきましたね。ですね、一回もう外してもらって、はい、で、もう一回シャドウ、次も力リラックスして軽く動いてみたんですか。あ、確かにいい動きになってるかもしれない。でしょ、こう伸びるでしょ、うん、確かにこういう風にこれの効果ですから、それで柔らかくなってるんですよ。へぇ、この周りが。これ一日どれくらいあるんですか。これはもうジョリーとかやったら今もうまずこのダンスを15分やって練習前に。ダンスで言うと待って大丈夫ですか。これダンスです。まあダンスって言うとしたらおかしいですけど、でも本当に肩甲骨ダンス。アップです。やっぱ普通にコマースよりももっとこう格闘技的というか、やってから次を5分間ぐらいやって練習スタートするんです。普段やってないようなことを、うん、今回やらせてもらうと思うんですけど、はい、もしなんかためになるなと思ったら一回ちょっとやってみてください。わかりました。練習で、まあ、これから、まあ、パレスラーさんとかでも僕が、まあ、いない時とかでもやってもらったら、うちの時代でもちょっとやってください。ちょっとね、やるとするかな。お試合1個。あ、それいいっすね。はい、だからまあ最初何しないと思ったら正直ですよね、はい、なんか TikTok かなんかのやつドッキリかなとか。いや、そうですね、ないっす。格闘技さっきも言ったように打倒曲じゃないですか、はい、やっぱいろんなところからいろんな動きをやっぱ吸収してやっぱ強くなると僕は思ってるんですよ。だからダニエル・コーミエからこれを習ったんですね。そうですね。自分が言ったこと忘れてないですか。ダニエル・コーミエです、ね、アメリカ人です。はい、はい、普段ルキアとジョリーやったらなんか面白くないけど、太田さんがやったらなんか笑ってまいで、これからなんかまあ週に1回でこうして練習させてもらえば嬉しいんで、はい、僕の方がプラスが大きいと思います。いや僕もそのレスリングとかいろいろ教えていただきたいです。ぜひぜひ。じゃあ、この感じで今日太田選手とコラボさせてもらいましたけど、僕はね、個人的にね、太田選手の言動とか行動とかめっちゃ好きなんで。マジですか。はい、楽しみにしますよ。これ本当楽しみです。あ、本当ですか。はい、でも僕たちね、根はいいやつなんで今後の2人の応援してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。概要欄に太田選手の SNS 貼ってくんで、皆さんぜひフォローお願いします。はい、そんな感じで今日の動画を終わります。ありがとうございました。やばない、信じて帰っていったけど信じたまま帰っていったよ。でもなんかちょっとなんか気づいてたんですかね。ちょっと気づいてたけど最終的に納得してたよ。俺もやりながらさ、最終的にさ、確かに意味あるな確かにこれ理にかなってるわって。その言語化的にさ、確かに理にかなってる。これとかもさ、 MMA はアップは少ない、 FK 多いって結構ほんまやん。でこれもうマジでこれ肩甲骨にいいかな、これジョリーなんなんうまいのかな、なんなんあれ、あいつのせいでめっちゃ笑ってもらえた。太田選手マジめっちゃおもろいやん。まあ半分勝ちで教えてましたけど、ちょっとネタバレするつもりがほんまに真摯で帰っちゃったんで、もうそのまま返します動画も見てくれてるんだね。動画見るときにもうキスですやっぱそうやったんや、ね、まあ階級も今後被ることなんか絶対ないと思うし、同じ練習場で今練習させてもらってるんで、自分で言うのも悪いけど、打撃のプロフェッショナルとレスリングのプロフェッショナルと多分同じこの掛け算で組み合わさったらヤバい選手が誕生すると思うんで、まあ、お互いこういいところを分け合って一緒に切磋琢磨していけばと思ってるんで、皆さん太田忍選手と、まあ、俺にも注目してもらえばと思います。はい、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。アンブルキアチームの、格闘技活動や YouTube 活動を応援してくださるスポンサー様を募集しております。興味のある方は概要欄の方にメールアドレスが記載されてますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。